無労再生現代語訳「陽炎日記」の「牧野家明ければ天禄三年である」「今年も続くはずの浮き子とつらいことは共に忘れ晴れ晴れした気持ちになって三河に赴く道なに装束をつけさせて出してやった」 庭に降り、そこでうやうやしく四方拝をするのを見ると随分立派に成人したものだと涙ぐましくなってきた年頭のお勤めをしたいと思う今夜からまた私には不浄のことがあるらしいこれを世間では意味嫌っているのだが一体どういうわけなのだろうと自分一人で考えてみた今年はどんなに憎らしい人があっても 気にかけないようにしよう、などとしみじみ思ったりして、心も平穏だった。三日は天皇が御元服なので世間は騒がしかった。引き続き七日は青馬の世知恵なのだが、心のウキウキすることもなくその日も過ぎた。八日に、大層世知恵ばかり続く時で、と言ってあの人が初めて見えた。 翌朝帰るとき、しばらく立ち止まった従者の中に、こう書きつけて女房の中に入れたものがある。下付けや桶の蓋を味気なく、影も浮かばぬ鏡とぞ見る。下付けの桶の蓋は、あなたの姿も映らない鏡として、つまらなく眺めています。その桶の蓋に、 早速酒や果物を入れてて出してやった酒を飲む原家に女房が変化を書いた「差し出たる蓋らを見れば身を捨てて好むは玉の子ぬ」と定めつ差し出した蓋を見ると肝心の身の方が捨ててあるので恋しい謎とおっしゃっても本気でないに決まっています。 つまらなく中途半端な我が身の境遇に遠慮して、世間でやかましく言う五歳へのお勤めもせず、新年十四日間は過ぎてしまった。十四日に、あの人の方から古い上の絹を、これをうまく仕立て直して、と言ってよこした。着るべき日は、などあって、急いでるらしかったが、私の方では気が進まず、ゆっくりしていると、使いがある朝早く催促してきた。 久しとはおぼつかなしやからごろも。うちきてなれん、さて遅らせよ。遅いとおっしゃるのは心忙しいことです。あなたの代わりにせめてこの着物でも着てなじみたいのです。どうぞこれをこのまま私にくださいまし。と歌を作り、そうは言うもののすぐ着物と一緒に別に手紙は添えないで持たせてやると、これはよくできた。 気ならさなかっったた。ののは気の毒だがという返事だった「悔しかったのでまた『わびてまた毒と騒げど買いなくてほど降るものはかっこそありけれ』『困って早くといて仕立て上げたい』と急いだんですがその飼いなくひまどってしまいました『何しろ私同様古いものなので』と言ってやった」「その後春のつかさしで」など言ってきたまま」 音もなかった「今日は23日まだ講習をあげないうちにメシスカイたちが起き始めつまどを開けて雪が降ってまいりましたと騒いでいるとふとどこかでうぐいすの初音がしたしかし今年は何か気持ちも追い込んだようで例のつまらない独り言めいた歌を読む気にもなれなかった」。には 夫は25日に大納言に昇進したと大騒ぎだが私のためにはかえって窮屈になるだけだと思うとお喜びなど言ってくる人もむしろ長老されているような感じでちっとも嬉しくない道綱だけは何とも言えないくらい心の中で喜んでいるらしかった翌日何とか言ってきても悪いはずもないだろう、昇進した甲斐もないじゃないかと言ってきた また月杖に何かか返事でもあるのかこちらはやりきれないほど騒がしくてどうして頼りをしないんだ白状だよ」と重ねて言い起こしついには言うことがなくなったのか私を無情だと逆に恨んできた今日も自身で来ようとは思いもよらないらしいので返事には「御前至高のお役目はお忙しいでしょうがこちらはこちらでつまらない日を送っております」。 とだけ言っってやった「こんな風だが今は私の方でなぜかそんなに気にかからなくなったのでかえって心も穏やかになっていた」「夜も打ち解けた気持ちでぐっすり寝入っていた時門をたたく音に目を覚まされ変だと思ううちにふと開けたので胸騒ぎを沈めていると妻戸の入り口に一人立っていた」 早く開けよ、早く、などとあの人は言うのだ。そば遣いの次女たちも皆気を許して寝込んでいたので逃げ隠れてしまった。あまり見苦しいのでそばへいざり寄って、お休みにさえいらっしゃらなくなったので、すっかり散らかし放題でお入れしにくくて、とやっと開けると、ここだけを目当てに来たんだから入れてくれと言われるのだ。その夜は明け方に、 松の枝に吹きつける風が荒々しく聞こえてきたずっと長く一人で明かしてきた夜々にはこんなすまじい音のしなかったのは何かの助けだったんだと思うほどそれはひどい松風の響きであった一夜明けるともう如きで雨がのどかに降っている格子を上げてもいつものように慌ただしい感じのないのは 雨のせいらしかったしかし夫がもう一晩泊まっていくとは思いもよらなかったしばらくして「男たちは来たかね?」と言って起き出してきたちゃんとした脳死に程よく柔らかな練り衣の内着を重ね帯も緩やかな姿で出てくると召使いたちが「お食事を」などと勧めるが「いつも食べないんだから心遣いはいらない」 などと気「立ちを早く」と命じると道砂が持って出て縁側に肩肘をついていた「ゆっくりと歩み出て庭を見回し植え込みをちょっと乱暴に焼いたようだね」などとおっしゃったすぐ足元まで雨覆いを張った車を寄せさせ男たちが軽々と持ち上げたのに乗り込まれた。 車のすだれのうちのとばりをちょっと直し、中門から外へ引き出すと、先を程よく追わせていくのも、我が夫ながら何か寝たましい感じであった。普段は風当たりが強いので、南側の格子は上げないでいたが、今日こうして上げたまましばらく外を見ていると、雨が適度にのどかに降る中に、庭はどこか荒れた感じで、口場に混じってところどころが青く、 しんみりとした景色だった昼ごろ頃、夕べの吹き返しの風が吹いて晴れそうな空模様になってきたが私はなぜか気分が悩ましくなり動く気にもなれないでそのまま暮れてしまうまで眺め暮らした3日の夜降った雪が三四寸も積もり今も降っているすだれを巻き上げて見ていると「ああ寒」という声があちこちで聞こえる。 風も激しく吹いていてるのだ世の中はしみじみと寂しかった天気も回復したので八日に父のところへ移っていった折から若い人たちが連れ立って気合わせていたので僧のことや琵琶などその場にふさわしい調子で鳴らしたりして終日笑い騒いで暮らしてしまった。 翌日にぎやかな客が引き上げた後はさすがに心も落ち着いてきた夫からただいま持参の文を見ると「長い物意味に続いて役所に出勤しながら謹慎していたのだ今日は早くに行こう」などこまごまと書いてある返事をして「いつもとだいぶ様子が違うがまさか気はしないだろう今は忘れてしまったようになっているのにと思い捨てて」 ひどく打ちくつろいだ様子でいたところ昼ごろに「いらっしゃいますいらっしゃいます」という騒ぎなのだうろたえているともう入ってきたのでまるで上の空で向かい合うことになったしばらくして食事などの用意をしていたが一緒に少し食べているうち日暮れになってしまった「明日は春日の祭りなので御手蔵の使いを出してやらなくてはならない早速きちんと装束をつけ 従者を大勢引き連れ華やかに先を追わせて出て行かれたすぐに召使いのみんなが集まってきて口々に気の毒そうに言うがましてこの頃の自分は身だしなみさえ悪くなったような気がして本当にすっかり愛想をつかされたことだろうと思われたどうしたのかこの頃の日はてったり曇ったりで春がいつまでも寒い年だ夜は 月が明るい「十二日は雪模様になってきて折からの風に混じって吹雪気配だった」「昼頃それが雨に変わり静かに降りつつ暮れてゆくのが切ないほど悲しかった」「今日まで音沙汰もないが思った通りという感じで今日から4日間はあちらの物意味かもしれないと思うし私の気持ちは落ち着いていた」 十七日は雨がのどやかに降るが、方角が塞がっているようにも思う。世の中や人間同士の関係などを哀れにはかなく考え続けた。おととし石山に参詣したとき、心細い夜な夜な、だらにを尊げな節をつけて読みつつ、礼拝堂に佇む奉仕があった。尋ねてみると、去年から山ごもりをしておりますもので、 国立をしておりますなどと言った。それではお祈りをしてくださいと頼んだことがあったが、その奉仕から、去る五日の夜の夢に、あなた様がご両手に月と人をお持ちになって、月を足の下に踏み、火を胸に当てて抱いていらっしゃるというのを見ました。これを夢判断をする者にお聞きになってくださいと言ってよこした。 嫌に大げさでとんでもない夢だと思うので疑いが起こりバカバカしい気がするから人にも解かせないでいたがちょうど偶然夢判断をする者が来たので人のことのようにして聞かせると意外にもどういう人が見たんですかと驚いていったこれは帝を意のままにして思う通りの政治をするということです案の定この夢合わせをする人が出まかせを言うのではなく 行ってよこしした奉仕が怪しいのだ、はあうるさいちっともふさわしくない夢だと私は口止めをしてしまったまたある者がこんなことを尋ねた「この御殿の門を四つ足門にするという夢を見ましたが」と言う,う,う,うとここの殿が近くおどになられるというふうにお考えでしょうが そうではなく、これは若君の行く末のことなのです、という夢時だった。また、私自身のおとといの夢は、右の足の裏に、夫が門という文字を突然書きつけたので、驚いて引っ込めた、というのを見たと問うと、この道綱が将来立身することが見えたのだという。これもバカバカしいおもねりのようで、調子が外れていると思うが、 まんざらでもない血統なので私の一人子がもしかしたら幸運を得るかもしれないと心の中ではそう思ったこんなことで過ごしているが現在の状態では行く末も心細いのに男の子ただ一人だけで行く年来あちらこちらとお参りしてもこのことをひたすらお祈りしたのだがもう子供の生まれる見込みのない年齢だから なんとか卑しくない人の女の子を一人引き取って世話をしてみたかった将来は一人子の道なとでも目合わせて私の臨終の時までも見取ってほしいとこの月頃思い立って誰彼に相談していたするとある人が「殿の昔おようになった現妻金田だとかいう方のお娘の腹に姫君で大変可愛い人がいらっしゃいます」。 同じことなならその方をお世話なさいませんか今はお二人とも滋賀の麓で兄貴のお坊さんと一緒に暮らしていらっしゃいますああそんなことがあったと私は急に思い出した「う養贅院の落ち筋だというあの宰相が亡くなってまだ喪に服されていた時に夫は例のそんなことを聞き逃さない性分で 何くれと世話をしている間にそのような関係になったのだったその人は器量よりも気立ての優れた方でことさら当世風に派手なところもなく年も老けていたようなので女の方ではそうなるつもりもなかったのかもしれないそれでもあの人に返事などをしていたらしかったがそのうち夫は二度ほど自分で出かけていってどうしたわけかまるで片身のように一柄だけを持って帰ったりしたことがあったが 細かいことはもう忘れてしまった。しかしさあどうだったろうか夫から「席越えて旅音なりつる草枕仮初めに旗思えぬかな大阪の席を越えてわざわざ訪ねていった旅音の宿のことですからどうして仮染めのことだなぞと思いましょうか確かこんな歌を言ってやったんじゃなかったかしら他にも送ったらしかったがその女の返事は そんなに目立つ出来栄えではなかったおぼつかな我にもあらぬ草枕またこそ知らねかかる旅ねはこのような意外な旅ねをして不安なことですもう二度と知らない味気ない気持ちです夫は草枕と旅と二つ重なっているのは変だねと言い二人で一緒に笑ったりしたその後は あまり構わなかったからだろうか何かの返事に女から「おきそうるつゆによなよな濡れ腰しは思いの中に乾く袖皮」「夜ごとにつゆが置く上に一層涙に濡れる袖は乾く暇とてもございません」こんな歌をよこしたようだったが間もなくもう消息も耐え果てたらしかった後になって私がその人のことを夫に聞いたら 以前ののところに女の子が生まれた、私の子だと言うが多分そうだろうここに引き取っておかないかとおっしゃったことがあったがその頃の私は自分の不幸にばかり気を取られていてそんな心にもなれなかったのだそれがきっとその女の子だったのだ早速養女にしてこちらへ引き取ろうと相談が決まってつてを求めて聞かせるとこの日陰育ちの幼い娘は ももう12にもなっていた最小の御娘はただその子一人をそばに置いて滋賀の東の麓に琵琶湖を前に見滋賀山を後ろにして言い,いようもなく心細いところに明かし暮らししていると聞き我が身につまされて考えてみるとそんな住まいではたとえ世を捨てたにしてもさまざまなことを思い残し言い残していることだろう。 この人の腹違いの兄君も今日で奉仕になっているがこちらでこのことを言い出した人がそれと懇意だったので早速呼びにやらせて相談したそれは本当にいいことだと私は思います一体あそこで子供の生育を見守っていても仕方がありません儚い世の中ですから今は姿を変えて尼にしてしまってはなどと思案してこのいくつきか兄のところに住んでいるんですから と言い置いててててその法師は翌日早速滋賀山を越えて訪ねて行ってくれた向こうではあまり親しくもない腹違いの兄がわざわざ訪ねてきたのを不思議がるのも無理はなかった「何の御用で?」などを言うのでしばらくしてこのことを言い出すとまず渡くの返事もせずどう思ったのかひどく泣き続けた。ややたためらっていたが 私はもうこれきりの身と思い諦めておりますが、こんなところでこの子を連れているのを大変不憫に思いながら、いた方もないと思って過ごしていましたが、まあ、そうおっしゃってくださるんでしたら、どうぞそちら様のいよいようにお決めなさってくださいまし、という返事だったと、翌日京へ帰った兄の禅師の話なので、これはこの上もない好都合だった。やっぱり祝宴があったのだと哀れだった。 それじゃあ、あちらへお手紙をおやりください。と言われ、もちろんですともいうふうに、何かちょっと興奮して、私は書くのだった。年頃は、お便りを差し上げませんでしたがあなた様のお噂はいろいろ承っておりましたので、こんなお手紙を差し上げてもあなたの方で驚きにならないと信じます。変なことだとお思いになりそうでございますが、この禅師の君に、 心細い私の心中を申し上げおきましたのを、あなたにお伝えになったところ、大変嬉しいお返事をいただいたと承りますので、喜びに絶えず申し上げます。なんだか口にしにくく遠慮されがちなことなのでございますが、さまざまなご苦労も多いとお聞きしますので、おいしい方でも、もしやお手放しなさらないかと思いまして、などと言ってやると、翌日返事が来た。 喜んでとあって快く承知してくれた以前の夫と親しくなった戦いきさつなども書かれそれを思い合ってもやはり私には哀れだったこまごまと書いて霞のように嘆きに立ち込められて筆を下ろすところもわかりませんので見苦しくとあるのももっともなことだったそれから後も二度ほど文をやり取りして 話が決まってしまったからこの善児たちが出かけて行って京へ連れてきたただ一人手放して出してよこしたのも思えばつらい別れだったろういい加減な考えでこんな決心ができるわけがないのだただ父親がもし世話を見てくれるならと考えるからだろうがそんな期待をしているとすると私自身今は夫と隔たりがちの境遇だから 常に夫と会わせることは難しいし、また母親の期待外れになってしまったときは、かえってかわいそうでもあるが、それはもう仕方がない。こうして約束ができてしまったのだから、今さら思い直すこともできないのだ。この十九日を良い日だと決めたので迎えにやった。人目を引かないようにさっぱりしたあじ車に馬に乗った男を四人、下人は大勢つけてやった 道綱もこのことに口を聞いた人と一緒に車の後ろに乗せてやったところが降りも降り今日夫から珍しい頼りがあったので「来られるかもしれない一緒になっては都合が悪いから早く行ってらっしゃいしばらくは内緒にしましょういずれは成り行きに任せるんですから」など示し合わせていた甲斐もなく一足先に来られてしまった。 困りきってる間に間もなく向かいの車は戻ってきた。道綱はどこへ出かけてきたのだと夫に聞かれ返事に困ってとやかくと言い紛らせていた。この数字来らいこんなことになるかもしれないと予期していたので心細くてなりませんから人の捨てておいた子供を引き取ったんですと言うとそれは見たいな誰の子なのだ 私がもう年を取ったので代わりに若い人を探して私を追い出すつもりなんだろうなどとふさげるからおかしくなってそれじゃあお見せしましょうお子様になさいますかと私は言ってみたよかろうそうしようじゃないかまあまあ早く見せてごらんいかにも好奇心を持ったようだった私も早く見たくてうずうずしていたので呼び出した聞いていた年に比べて体操小さく まだいいかにも子供子供供していた近くへ呼び寄せて立ってごらんと立たせてみると背丈は4尺ぐらいで髪は落ちかかった裾を切ったようで身の丈に四寸ばかり足りない可愛らしく髪の形も綺麗で姿も大変上品だった「可愛らしい子じゃないか誰の子なんだ言ってもいいだろ?」と夫はつくづくと見入っていい それなら恥にもなるまい構わず言ってしまおうと思った。本当に可愛いと思いですかそんなら申し上げましょうか。と言うと、ますます責められるので、まあ,あ、おうるさいこと。あなたのお子様じゃありませんか。急に驚いて、何なんだって私の子だって夫は気の毒なほど老狽していた。急には返事ができないでいたが、 不意に言われたもしかしたら滋賀の麓にいると聞いたがそうですそれがこの子ですこれは意外だ今はもう落ちぶれ果ててどこにいるやらと思っていたのにこんなになるまで会わないでいるなんて <laughs> 不意に言葉を詰まらせ泣き出されてしまったこの子もどう思うのかうつぶしてすすい泣きをしている。 そばに見ている人も哀れな昔物語のようなのでみんな感動して顔を伏せていた私自身人への袖を何度も引き出して目を拭うが涙が止めどなく流れてきて少し決まりが悪いほどだった「もう通ってこないと思っているお前のところにこんな人がいてはね私が連れて行こう」と冗談に紛らされ 夜の老けるまで泣いたり笑ったりしてみんなで寝た。翌朝帰る時になって呼び出してみてやはり大変可愛いと思っている様子であった。そのうち連れて行こう。迎えの車が来たら急いで乗るんですよ。そう笑って出て行かれた。それから後お便りなどをわる時は必ず小さい子はどうしているとしばしば言ってよこしていた。 そうして二十五日の夜のことだった。まだ酔いを少し過ぎた頃、大声で人々が騒ぎ出したので、何事だと思ったが、火事だったのだ。すぐ近くです、とうちの者も飛び出していったが、やがて帰ってきたのに聞くと、憎らしいと思っていた大海の家が焼けたのだ。それから五六日は、例の物意味と聞いていたが、五門の下からそっと、などと言って手紙をくださった。 何かかとと細やかなことが書いてあった今さらこんなふうにせられるのも大変な心変わりのように思われた27日は方角が塞がっている28日の午後2時ごろに「いらっしゃいますいらっしゃいます」という声がし中門を開けて車のまま入っていらっしゃった。牛は外し 先の男たちが大勢長江に取りついて、すだれを巻き上げ、内側の帳を左右に挟んでいる。指示を持って行ったので降りていらして、勾配のただいま真っ盛りに咲いている下を歩いて、さも美しいというように見上げながら、ああ、綺麗だな、と言って入ってこられた。その翌日も、よく考えてみると、また南の方角が塞がっていた。 どうしてそうと言わなかったんだと言われるので、そう申し上げたらどうなさるおつもりでしたか私の方からもそう言うと、肩たがガをするに決まってるさ。と、何か鼻じらんだ風で、どんなお考えでいられるのか、今後は気をつけていなければならないと、みんなが思うほど不機嫌だった。小さい子には、手習いや歌読みなどを教えたい。ここなら心配はないと思うが、 「うっかりしていて変な事件が起こっちゃいけないからそのうち本邸の娘と一緒にあちらで模擬をさせよう」などとおっしゃってその日はくれてしまった「同じことならこれから片たたに冷税院へ至高しよう」と言って先華やかに追わせて出て行かれたこの頃は空模様もすっかり回復してうららかにのどかであった。 暖かでもなく寒くもない風が梅の香りを漂わせうぐいすも誘われてやってくる鶏の声なども和やかに聞こえてくる屋根の上にはメがすくっていて瓦の下を出たり入ったりしてさえずっている庭の草ももう氷から解放されて緩んだ様子だった「潤うきさらぎの1日は」。 雨がしとしと降っていたが、後の時には晴れていた。三日には方角が空いたと思うが、音沙汰がない。四日もそのまま暮れてしまったのを少し気がかりに思いながら寝て聞くと、夜中ごろにまた火事の騒ぎだった。近いと聞くが、面倒で起き上がれもしないでいると、誰かでと尋ねてくれる人のうち、普段は車でなければ外出しない人まで歩いて見舞いに来た。 そのままにもできず、起きて挨拶しているうちに火も静まったらしいということで帰っていった私も奥へ入って寝ていると先を追う者が門前で止まったように思われ変だと思って聞き耳を立てているとやはり「いらっしゃいます」というのだったともし火が消えて入るのに暗いので「なんだ暗いねさっきの火事の明かりをあてにしてたんだろう近い気がしたんだがもう帰るよ」 と言いながらも一緒に寝て、酔いから飽きたかったんだが、男たちが皆外出したので来られなかった。昔だったら馬に飛び乗ってでも来られたのに、どうも勝手な真似のできない身になってしまって、どれほどの返事があったら、さあ大変だと駆けつけられようかなどと思いながら寝ていたら、こんな騒ぎが起こったのでおかしかったよ、不思議だね、などと真実のこもったことを言うのである。 間もなく夜が明けた。この際車は少し変だろうと急いで帰って行かれた67日は物意味とのこと8日は雨降り夜は石の上の苔に雨の音が悩ましげに降り注いでいた10日には鴨茂神社へ参詣した「こっそりとご一緒に」という人があったので それではと共に出かけた。ここはいつも珍しい感じのするところであった。今日も日頃の結ぼれた気分がのびのびするのは、こうして無理にでも出てきた甲斐があったと思われる。前にしたように北野へ行くと、沢辺で摘み草をしている女の子がいた。ふとエグを積んでいるのかと思い、もっそが濡れやしないかと気になった。 船岡を回っていくのも面白かったしっかり暗くなって家に帰り寝ていると誰かが門を乱暴に叩くハッと目覚めると思いがけずあの人らしかった疑心暗鬼であるいはこの近,の近所の近江のところに何か差し支えがあって返されてこちらへ来たんじゃないかと疑われたあの人はさりげない様子をしているが何か打ち解けないで用を明かした そして翌朝は少し日が昇ってから帰っていった。五六日ほどそのまま過ぎて、十六日は雨足の心細い気持ちを誘う一日だった。つぐづくと暮らし、翌朝まだ寝ている時に、細やかなふみがあった。今日は方角が塞がっているが、どうしようか、などというのだ。返事をしたためてしばらくすると、 自身でひょっっこりやってきた日も暮れ方だったので召使いたちも変に思ったことだろう夜になって「どうだろう肩ふたがりを犯したんだから御手蔵を奉ろうか」などと帰ろうともせずぐずついている様子だった「お泊まりになるのはいけませんわ」となだめたり進めたりして出してやったしかしつまりませんわねこれは。 訪問のかずに入れないでおきましょうねと私がそっと言うと「それでは来た甲斐がないさ他の夜はとにかく今夜の訪問は必ず数に入れるよ」というのだそれも思った通りだったその後何の頼りもなく八九日も経ってしまったこんなことをちゃんと計算に入れて千夜のことを数に入れると言ったんだと思うと黙っていられないような気がして珍しくこちらから歌を送った 片時に返し余数を数うれば、市議のもろ刃もたゆしとぞなく。ほんの片時あったのも余数の計算に入れたら、市議のはかずも足りないほどでしょうが、それでは私はつまりませんもの。返事に、いかなれや市議の羽かき数知らず、思うかいなき声になくらん。どうしてだろう、こちらは市議の羽かきのように数知れずお前を思っているのに。 その甲斐もなくそちらは嘆いているんだろうかと言ってきてはくれたが私の方では突然手紙などをやったのをなぜか後悔する気分になっていたこの頃庭一面に落下が散りしいて池になってしまうかと思われた今日は27日昨日の夕方から雨が降り続いていて風に吹き残された花が みんな落ちてしまった。「弥生になった」「木の芽はいつの間にかスズメが隠れるほどになり今年は如月が潤う,うだったので例年ならもう鴨の祭りの頃なのになんとなく忍ばれ榊や笛の音が恋しく物哀れなのにどうしてあの時何でもないのに手紙などやったのかとまた悔しくいつもの夫の垂れより気になるのはどういう心の作用だろうか」。 「この月も7日日、になった日これを縫ってほしい慎むことがあるのでいけないが」と言ってきた「いつもの珍しげもない言い方なので承知いたしました」とそっけない返事をした昼頃から春の雨がしとしとと降り始めた「10日朝廷では岩清水八幡宮のお祭りだというので忙しく準備をしている。 私は親しい人が他にお参りするところがあるのに誘われ、こっそり出かけたが、昼頃帰宅すると、この家の若い人々が、ぜひとも八幡祭りが見たいものだ、行列はまだ通らないようだと騒ぐので、帰ってきた車をそのまま出してやった。翌日はまた帰り立ちを見ようと人々が騒ぐが、私は気分が悪く、終日伏しているので、見る気にもならないけれど、 皆が無理にそそのかすから、美老下の車一つに四人ばかり乗って出かけた。冷イ院の御門の北側に車を立てた。他の人はあまりたくさんいなかったので、小さな幼女一人が満足して、しばらく見物していると、行列が通り過ぎた。謹慎の者も、米中に一人、毎人に一人混じっていた。この頃は変わったこともほとんどない。 18日に清水へ参詣する人にまたこっそりと混じっていった。そやの吻行が終わって退出するともう時間は12時になっていた。一緒に行った人のところに帰って食事などをしているとある者が言った。西北の方に火の手が見えるから出てごらんなさい。室町あたりだ、などとも言っている。 それでは気がかりなあたりだと内心思っていると、人々が、河野殿のお屋敷だ、と言う。それじゃあ大変なのだ。私の家と通じだけを隔てた隣なのだから、大騒ぎで若い娘も途方に暮れさせているだろう。早く帰宅しようと慌てるので、車のすだれもかけられなかった。やっと乗って帰ると、もう騒ぎは皆終わっていた。私の家はやっと残って、 隣の人もこちらに集まっているこちらには道綱がいたので慌てて徒歩のまま逃げ惑わせたかと案じていた人もちゃんと車に乗せ門もしっかり閉まっていた乱雑な騒ぎもなかったさすがは男なのでよくやったと見聞くにつけても嬉しかった焼け出されて移ってきた人たちはただ命からがらだったと嘆いているうちに火事は静まってしまった しかししばらく経っても訪ねてくれるはずの夫からは何も言ってこないそれほど親しくもないところからもそれぞれ見舞いに来たし以前はこの辺りだろうかと思う程度でもすぐ見舞ってくれたこともあったのにましてこんな近火にを来てくれなくなったものだと驚くほどの気持ちだった火事だという知らせは増式や侍たち誰に聞いても皆知らせたと言っているのに 呆れたものだとと思っているる門を叩く音が聞こえる誰かが見て「いらっしゃいます」というのでようやく気持ちが少し落ち着いた「ここの男たちが知らせに来たのでびっくりした」「本当に遅くなって悪かった」などおっしゃるうちに時間がたって鳥の鳴くのを聞き聞き寝たが何としたことか私は気持ちよく朝寝をしてしまった目が覚めると今日もまた見舞いに来る人が大勢で 名前を告げたりしていった「これじゃあいっ一層騒がしくなっていくだろうと夫は言って急いで帰っていった」「しばらくたって男の着るものなどたくさん届けられた」「とりあえず間に合わせを神にあげてほしい」との伝言なのでここに集まってる人に分けなさいと急いで届けた食事も早急のことなので粗末な食器に持って出したが ちょっと気恥ずかしいような感じもあって私は見なかった召使いに見回せると3人ばかり病人も出たしいさかいもあったとのことだった20日はそんな風で暮れてしまった21日から4日間は例の物言みとのことだったここに集まっていた人たちは今年は南が塞がっている年なので長くいるわけにはいかない 20日に私の父の四条の屋敷へ皆移っていった。あちらでは何も心配なことはないと思うが私もほっとすると同時にこんなことで他人に尽くしたり尽くせなかったりしている自分が不意に儚いものに思えてくるのだった。つらい身の上だからこの命を少しも惜しいとは思わないが 物意味のお札を柱に貼り付けたりしているのを人が見ると何か長生きを従っているようにも見えるだろう。25、6日は私の方の物意味である。その終わる夜、門をたたく音がするので、物意味のために叩く門を閉ざしているのだと言わせると、せんかたなく帰る音がする。翌日は例の方角が塞がっていると知りながら昼間にやってきて、 「もう松明が必要な地獄になって帰っていった」「それからいつもの口癖で差し支えが多いと繰り返しつつ日が経っていった」「こちらも物意味の日が重なっていた」「渦木はもう10日余りになると鴨の祭りだと言って世間で騒いでいるのだ」「また人がこっそりと誘うので」 十七日のみそぎの儀式から拝観した。また、私の家の御手蔵を奉納しようとお参りに出かけると、一条の大きい音人がちょうどご参拝に来られたのに出会った。言うまでもなく大層いかめしい騒ぎだった。神前に歩いていかれる様などが、夫に非常によく似ていると思って見ていると、この華麗で大げさな儀式も、そんなにもったいぶっても見えないのだ。 この人のことを、ああ、立派だ、どなたでしょう、などと皆が支え合えているのが聞こえるので、なんとなく憂鬱な気分になった。何も物思いのないような人に引き連れられて、また地足院の辺りへ出かけた日、道綱も後からついてきたが、車のを帰るとき、この道綱の車が見苦しくない女車の後に続き始めた。遅れないように後を追っていくと、 家を知らせまいとするのか足を早めて紛れて行ったが追いついて尋ね始め道綱はこう言ってやったらしかった「思い初め物をこそ思え今日よりは会う日はるかに鳴りやしぬらん」「あなたを思いそめて悩んでいます今日葵祭りに会ってからまた長い間お目にかかれないでしょうに」と送ったのに先方では 一向存じませんなどと言ったらしいそれでもまた道綱は「割なくも杉立ちにてる心から三輪の山本を訪ね始めて三輪山の麓の杉の立ってる門を訪ねてから無償に進みすぎた私の心です」と言ってやった三輪山というからにはどうやら大和守の御の娘らしい返事が来た。 三の山待ち見ることのゆゆしさに杉立てりともえこそ知らせね。三輪の山私の方ではどなたか存じ上げず待ってお会いすることも怖いので私の家に杉が立っているともお知らせできません」というのだった。こうして月杖になったが夫の方は盛りの卯の花の陰にも姿を見せずすっかり音沙汰もなく過ぎた。 二十八日に神のお供え物に添えて頼りがあり少々気分が悪くてなどを言っていた「さつきになった勝負の根の長いのが欲しいなぞとここの若い娘たちが騒ぐのでつれずれのままに取り寄せてくす玉に刺したりしたこれをあちらの同じ年の人に差し上げなさいと言って隠れぬにお磯めに蹴るあやめ草 知る人なしに深き下根を人知らぬ沼に成長したあやめにはこんな立派な根のあることを誰も知る人はありませんそんな歌を書き楠玉に結びつけて道砂があちらへ行くので持参させたすぐに本邸から返事があった「あやめ草根に現るる京だにはいつかと待ちし甲斐もありけれ」。 人に知られず成長したあやめもついに世に出てもてはやされる今日こそは待っていた甲斐があったというものです道綱はまた一つ歌を作りあやめに添えて例の文を付け染めた女のもとへ我が袖は引くと濡らしつあやめ草人のたもとにかけて乾かせあやめを引くので濡らしてしまった私の袖を あなたのたもとにかけて乾かしてください。それにも返事が来た。引きつらんたもとは知らずあやめぐさ、あやなき袖にかけずもあらなん。あやめを引くために濡らしたとおっしゃるおたもとは、どうぞ私の見苦しい袖の上にかけないでください、というのだった。6日の早朝から雨になって、3、4日さみだれが降り続いた。 川音も激しくなって人が流されたという噂を聞いた。そんな物悲しいことに思いふけっていると何か名乗したい気持ちになり、もう今は自分勝手なわがままは決して考えないのだが、石山であった奉仕からまたお祈りをいたしますと言ってきたので返事を書いた。もう今はこれ限りだと思い果てた身ですから仏もどうしようもないでしょう。私のことはとにかく、 ただいまはこの道綱を一人前にしてくださいとだけお祈りしてくださいと当たり前のことを書いているのにどうしたのかまぶたにこぼれてくるものがあった10日になった今日は夫から道綱に文が託されてきた具合がずっと悪くて気がかりになるほどご無沙汰したがどうしているなどと書いてあった返事は 翌日また道砂が行くのにつけてやった昨日はすぐ折り返しお返事しなければと思いましたがこの子の持って行くついででないと変なような気になってしまいましてどうしていると尋ねていただきましたが何かあなたのお心持ちがすべて筋が通らないように思えそれはそれで帰って気が楽になりました風だに寒く吹かなかったらもう人が来なくても恨みはしない 謎と申し上げたらちょっとひどすぎましょうかしらその日も暮れて「鴨の泉へお出かけになってお留守なのでお返事も申し上げないで帰ってきました」と道綱は帰ってきた「結構なことだったわね」とふと心にもない言葉が口から出たこの頃は空模様も穏やかでなく ともすれば農夫たちはどんなに泥まみれになっているだろうと思いやられる。ホトトギスの声も聞かないのだ。物思いの多い人は睡眠もよくできないはずだが、私はおかしいくらいよく眠れるので小鳥の声も聞かないのだろう。誰も彼もが前の夜にも聞いた今朝明け方にも泣いたというのに、人もあろうに私がまだ聞かないというのも恥ずかしいので、口には出さず心の中で。 我ぞ下に溶けて寝らめやホトトギス物思い勝る声となるらん。私は本当に打ち溶けて夜寝られるんだろうか。いやそうではなくて日夜思い勝る私の嘆きがあのホトトギスの声となって悲しく泣いているのだ。とこっそり口ずさんで見た。つれずれのまま間もなく皆月になった。 東座敷は朝日が強く差し込んで暑苦しいので南のおひしの間に出ていると間近に妹婿が来ているらしく遠慮されるのでそっと物に寄りかかりくつろいでいたセミの声が驚くほど多くなってきた耳が遠くてよく聞こえない庭番の老人が庭を吐くというのでほうきを持って木の下に立っていたが 不意に激しく泣き出したので驚いて梢を振り仰いだ。よいぞよいぞと鳴く山積みが来たわ。虫でも自節を知ってるわい。と独り言を言うとまるでそれに調子を合わせるようにしかしかそうだそうだと蝉が鳴き立てるのでおかしく哀れだったが考えてみれば味気ない話なのだ。道綱はそばのもみじの混じっている枝につけて 例の人のところへ歌をやった。夏山のこの下つゆの深ければ、かつぞ嘆きの色燃えにいける。夏山の木が茂って下つゆが多いため、一方では葉がこんなに赤く色づきました。どうぞ私の嘆く心を衰涼してください。返事には、つゆにのみ色を燃えぬればことの葉を育しようとかは知るべかるらん。 梅雨を受けてだけでもそんなに色づくのですからあなたの言葉は一体幾度染めてあるのかわからないなどと言ってきたその日の宵私に珍しく夫からこまごまとした文が来た二十四日目のことで本当に久しぶりだったこんな扱いにはもう慣れっこになっていたので今更言うこともないが一頃と違って 何か真実のある文面なのでやはりあの人もわびしいからなんだと思い気の毒にもなって以前よりも深い気持ちを込めて急いで返事を書いてやったその頃改築のため父の家を壊したのでみんなでここに移ってきて連れが多くにぎやかに日を送っていたが人の見る目も恥ずかしいほど久しくあの人からは音沙汰がなかった文月の十日過ぎに 父の一家のお客様は皆帰っていったのであとは波が引いたようにひっそりとした盆の行事のことなど様々に嘆く人の話を聞くと哀れでもあり日がかりにもなってきたしかし14日には夫の方から例年の通りに亡き母への供え物を窓これに調整させ送り文を添えて届けてくれたこんなこともいつまで続くことだろうと口には出さないが 心の中で思っていた。そのまま葉月になった。一日の日は朝から雨だった。しぐれ模様になって午後二時ごろやっと晴れてきた。つくつく帽子がやかましいくらい泣き出したのを聞きつつ、私はただ何も言わないで思い沈んでいるという意味の歌などを思い浮かべたりしていた。しかしどうしたのか。 不思議に心細くて涙の浮かんでくるような日である。前の月に葉月には死ぬだろうというお告げもあったので、いよいよこの月だろうかなぞと思っている。世間で住まいの帰り主などと言って騒いでいるのもよそごとのように聞いていた。十一日にどうも意外な夢を見たが、我ながら信ずる気にもなれなかった。 あくる日、夫が珍しく尋ねてきたが、物も言わないでいると、なぜ返事をしないんだ、という。何か申し上げることがあるでしょうか。どうして来ない、訪れない、憎らしい、悲しいと言って、殴ったりつねったりすりゃいいじゃないか、と言い続けるので、それじゃあ、こちらで言うことをみんなおっしゃってしまったじゃありませんか、と私の方でも答えるようにそう言って笑い、そのままになってしまった。 翌朝、そのうち帰り主の準備を済ませたらすぐ来るよ、と言って帰った。十七日には帰り主ということだった。月杖になったから約束の準備の期間もとっくに過ぎてしまったはずだが、頼りはなかった。しかし私の方では、今は何にも思わないことにしているのだ。慎しめと言われたこのはずきの月日が終わり近くなることばかりを、 哀れと思いつつ過ごしていた「道綱は例の女のところにしきりと文を送っている」以前の返事は皆自分で書いたのとは思われなかったので恨みなどして「夕されの寝屋の妻妻まま眺めれば手陣からのみぞ雲も描きける」夕方寝屋の隅々を眺めると雲が自分の手で巣をかけています。 雲でさえそうなのに、あなたはどうして自分で書いてくださらないんです。と言ってやったのを、向こうではどう思ったのだろうか、白い紙に木切れを焼いたもので変化を書いてきた。雲の書く、糸ぞ怪しき風吹けば、空に乱るるものと印しる,しる。雲が巣をかける糸は怪しいものです。風が吹けばすぐ飛んでしまう、頼りないものです。 そんな頼りないものと知りながら自分で書くわけにはまいりません。折り返しまた道綱から「露にても命かけたる雲の胃に荒き風をば誰か防がん」「露ほどわずかでも命をかけた雲の糸です。それを切ってしまうような荒い風を誰が防いでくれるでしょう。他ならぬあなたです」と送ったが「暗いから」と言って返事はない。 翌日、昨日の白紙の歌を思い出して、また道綱が、田島のくくいの跡を今日見れば、雪の白浜白くてはみし、昨日の焼けくいのお手紙を今日見ますと、すっかり消えて白くなってしまいました。と言ってやったが、相手は外出しているとのことで、返事はなかった。翌日、お帰りになりましたか、お返事をと。 今度は言葉で催促しにやると「昨日のは何か古臭い感じがしますので申し上げることがございません」と言わせてきたあくる日「先日の歌を古臭いとおっしゃるのはごもっともです」と道綱は書き「断りや岩で嘆きし年月も古屋の社の監査日に兼口に出さないで嘆いていた年月も長いことですのであなたが古臭いとおっしゃるのはもっともなことなのです。 このような歌を送ったが先方では「今日明日は物意味なので」と変化をよこさない物意味の終わるらしい日の早朝道綱から「夢ばかり見てしばかりに惑いつつあくるぞ遅き天の閉ざしは夢を見たばっかりにこんなに悩んでいるのに閉ざされた戸の開くのはなんと遅いことでしょう今度も何かと言い紛らして返事がないので 道綱も少し苛立ってきたのだろう「さもこそは桂木山になれたらめただ一言や限りなりける」「さてさてあなたは一言主のいる桂木山に住み慣れなさったのでしょうただ一言返事されただけでおしまいになってしまいました」「一体誰がそんなつれない真似をさせるんです」とまだ若いのでそんな焦った言い方をしたらしかった。 私は春の世の常なすこともない秋の寂しさなぞをしみじみ物思いをして暮らすよりは後に残る人が思い出の種にもしてほしいとこの頃絵を描いていたそんなうちにも今死ぬか今日死ぬかと待たれていた命もだんだん月が経ち日が過ぎるとやっぱりそう簡単には死ぬものではなかった幸福な人こそ命が短いものなのだ私なぞはその反対に なぞ思い返しているといつの間にか死ぬだろうと予言された葉月は過ぎ訳もなく長月になってしまったその月の278日頃土意味をするためよそにいる夜夫から珍しく手紙があったが人が知らせてきても何の感動も覚えないのでああそうと言ったきりで済ませてしまった神奈月は例年よりもしぐれがちな感じだった 十日余りごろいつも行く鳴滝の山寺へみじを身がてら参詣しようとみんなに誘われたので出かけて行った折しも今日もしぐれが降ったりやんだりして終日飽きないほど山中の眺めは面白かった下月1日一条の大木おとどがお亡くなりになって大騒ぎだったそんな場合の例としてみんなが集まり霧もなく ああ、お気のどくになど行ったり聞いたりしあっていた夜初雪が降って七八寸ほど積もったどんなにお子がこの雪の上を歩きにくがられることだろうと私は何もすることがないままに一人でそんなことを思い続けていた一方世間ではこんなことを機会にいよいよ栄えていく人もいるのだ師走の二十日過ぎに夫が見えた その後は、もう年も暮れ果てたので、例年のように忙しさに追われていた。年も変わって三四日になったが、私の家では改まった感じもしなかった。うぐいすだけが早くも訪れてきたのを哀れに聞くのだった。五日ごろに昼見え、また十日余りに。二十日ごろはぐっすり眠り込んでいる時に見えたりして、 この月は少しおかしいと思うほど通ってこられた。この頃は春のつかさしなので、いつものように暇もなさそうに騒いでいる様子だった。木更木は勾配が常の年よりも一層色濃く美しく先に寄った。私だけ、ああ、見事だと心に染みてみるのだが、誰も見向きもしないようだ。道綱はその枝を折り取って、 やの,の娘にっってやった。買いなくて年へにけりと眺めればたもとも花の色にこそしめ何の飼いもなくこの木も私と同じく年を経てしまったと思って眺めると私のたもとも勾配の色に染まってしまいます」。返事が来た「年を経て何度かあやなく空にしも花のあたりを立ちは染めけん」。 長年の間、どうしてあなたは何の甲斐もないのに鼻のあたりにお立ちになるようになったんでしょう、という、いい加減な返事だと思って見ていた。三日の昼ごろ、あの人が見えた。私は何か追い込んで恥ずかしいくらいで、心苦しいがもう仕方がなかった。しばらくいて、方角が塞がってきたから、と言って立っていった。 私が染めたものとは言いたくないが、奥ゆかしく照り輝く桜重ねの綾、模様はこぼれそうに鮮やかなのを着て、片門の艶やかな上の袴を履き、遥かに先を追い散らして帰っていくのを、私はじっと妬ましく聞いていた。そして苦しかった。あまりだらしなくしていたと悔やまれて、自分の身なりを見れば、しおれていかにもみすぼらしい感じだった。鏡を見ても、 何か肉肉しげな女に見えまた今度ですっかり愛想をつかされてしまったと思うのだったこんなことを次から次へと考え込んでいるうちに月始めから雨がちだったのがいよいよ茂く嘆きの目を燃やすありさまである5日夜半ごろに表が騒がしいので起きて聞くと先に焼けた大見の家がまた火事で今度は全焼してしまった 十日にまた昼頃に見えて、春すがへ参詣しなければならないが、その間が気がかりで、と言われるのもいつもと違うので何か不思議だった。礼税院の小弓の競技に道綱も出るのだと言って、木更木の中頃から騒いでいたが、例年のように前後の二組に分かれて準備にかかり、私も我が子のためにいろいろ面倒を見た。 いよいよその日になって、神立めが大勢で、今年は大変だった。小弓を馬鹿にしていい加減にしていたので、どうだろうと案じていたら、お宅の大夫が最初に出て、二本とも当てた。次々に多くの味方の矢が、この矢に見当をつけて当たり、とうとう勝った。謎と褒め騒いでくれた。そして二三日過ぎて道綱が、諸矢の後の方が当たった時は嬉しかったですと、いかにも感慨を込めて言うので、 ままして私は言うまでもなかった「朝廷ではその頃八幡の臨時祭りが行われた退屈をしていたのでこっそり見物に行くと殊ら先酔いを華やかにしてくる車がある誰だろうかと見ると先の中にいつも見かける人などがいるああ夫だったんだと思って見ているのもなんだか我が身がいとわしくなるような気がした」。 車はすだれを巻き上げ、下すだれを左右に挟んで見ているので、こちらがわからないはずがない。この車を見つけて、なぜかふと、扇で顔を隠して通り過ぎた。後でお手紙が来た。返事の端に、私はこう書いてやった。昨日はまばゆうほど気取ってお通りになったという大朝ですよ。どうして私の車の前で顔をお隠しになったりなさったんでしょう。 あまりり若々しいやり方ですすぐにあちらからも返事が来た「顔を隠したのは老いの恥ずかしさからだったのだそれを気取っているように見なすなんて憎らしい人だまた頼りがなくて10日余りになった日頃の絶え間よりも久しい感じなのでどうなってしまったのだろうと思った道綱がまた例の人のところに文をやる」 それに託するわけではないがあの子からいつも子供じみたことばかり言ってやっているので代わりに私からこう言ってやった「身隠れの程と言うともあやめ草なお下からん思い合うや」と「水に隠れているほどの幼いものでもやはり思い合っているかどうかあやめの根を引いて試してみましょう」返事は平凡なものだった。 したからん、ほども知らずマコモグさ、世においそめし人はかるとも。あやめどころか、こちらはみすぼらしいマコモなので、下根を引く暇とてもありません。立派な方から尋ねられても、身分が合いませんから、お返事のしようもありません。20日余りに夫が尋ねてきた。そして23、4日ごろ、近くで大変な火事騒ぎがあった。 驚き慌てているうちにあの方はいち早く来てくださった折りから風が吹いて長い間燃え広がっていったが夕方六時ごろになってもう大丈夫だろうと言って帰っていったここに夫が来ていてくれたのを見聞きしていた人たちは「見舞いに来たからそう言ってください」とただおっしゃって帰ったと聞いただけでもどんなに満足だったでしょうか「まして」というふうに語るのも 私がすっかり息そ相しているように見えたからだろう。またあの人は月杖にやってきた。家に入ってくると、家事が近くにある晩はにぎやかだね、という。絵地の宅ならいつも、と書いてみせた。さつきの初めの日になったので、道綱はいつものところへ。打ち解けて、強打に期間ほととぎす、忍びも会えぬ時は気にけり。 ホトトギスも泣かずにいられないで泣く季節になりました。今日だけでも打ち解けたお返事がいただきたいと思います。返事。ホトトギス、隠れなき根を聞かせては、かけ離れぬぬ、水戸やなるらん。ホトトギスではありませんが、私も打ち解けてしまったら、結局すぐ捨てられる身となってしまうでしょう。五日にまた道綱から、物申うに。 年へけりとも危うぐさ今日をたびたび過ごしてぞ知る物思いで長い年月がたったことも気づかなかったのに今日あやめを手にしてみて思い悩んだままたびたびこの節句を過ごしたことに気がつきました返事には「積もりける年のあやめは思えず今日も過ぎぬる心見ゆれば」私の方では 幾年この節句をむなしく過ごしたかわかりません今日もあなたはいらっしゃらないでこのままお過ごしになるお心と見えますから」とあったのだどうして逆にこちらを恨むような歌を返してきたのかと変な感じだったそして私の方では例の耐えることのない物思いをこの月もまた時々同じように物ウく繰り返していた 20日頃に「遠く旅へ出る人に送ろうと思うのでこの食品袋の内側の袋を縫ってほしい」とあの人から言ってきたので早速作っていると「袋はできたか歌をその袋にいっぱい入れて届けてほしいこちらは気分が優れず読むにも読めないのだ」とあったおかしくなりおっしゃったものは読んでみんな入れて差し上げますが この袋では漏れてなくなるといけませんから別の袋をいただきましょうかと言ってやった。二日ほどして気分が悪くて大義なのだが長引いては面白くないので袋をいっぱい歌おうと言ったんだ。仕方がないのでこんなのを読んでみた。こちらの返事はこれこれ。などたくさん歌を書きどうぞ良さそうなのを選んでほしいと言って雨の降る中をわざわざよこした。 私も何かか心を惹かれて読んでみた。優劣は見えるが理屈っぽい批評もどうかと思うので歌で「こちとのみ風の心をよすめれば返しは吹くも劣るらんかしあなたの方からこちらへばかり風が心を寄せて吹くようなのでそれの返しはこちらから吹いたとしても劣っているでしょうよ」とだけ言ってやった。水も文月も、 同じように過ぎた。文月28日に「住まいの設営のことで宮中に散大していたがこちらへ来ようと思って急いで退出してきた」と言って見えたきりそのまま葉月20日余りまで音沙汰がなかった噂に聞くと例の近江のところへ足しげく通っているということでもう愛情もすっかり移ってしまったとも思われた。このように、 物思いにふけって呆然と日を過ごしているからか私の住まいはいよいよ荒れてゆくばかりだったこんな生活を見かねるのか人づくなでもあるのでいっそここを他人に譲って自分の住まいに移らせようと頼りにしていた父がこの頃取り計らってくれ今日明日にも広畑中川の辺りへ移ることになったあの人には移転するということは前々から話してあったが 今日を移るということを言ってやらないのも悪いと思って、申し上げたいことがあるからと言ってやったが、向こうでは、慎むことがあるからと、そっけなく手紙を取り入れなかった。それでつい、構うものかと黙って移った。ここは山も近く、河原に沿った場所で、今は心のままに移り住むことにしたのだから、ささやかながら、本当にしみじみとした住まいだと思った。 そして二三日経ったけれどあちらではまだ転居のことを知らぬ模様だった五六日してそうしたのをなぜ知らせなかったのだとだけ言ってきたお知らせしようかと思いましたが不便なところなのでもうおいでくださるのも難しかろうと思いましたあんなに慣れていた元の家でもう一度だけお目にかかりたいと思いましたがと返事を書きふと実感がこみ上げてきて 本当にに縁をっっってしまったた。ようなな気分になった「それもそうだろう不便なところだから」とあの人も言ってきたきりぷっつりと後を絶った。長月になって未明に格子を上げて外を見ていると邸内の流れにも外の河原にも一面に川切りが立ち込めて麓も見えない東の山々がはるかに見えるのも物悲しい眺めであった。 流れての「とことたのみてこしかども我が中川は汗にけらしもどんなに流れても川床は変わらないとこの中川を頼みにしてきたけれども私たちの中はもうすっかり離れてしまったらしい」と口ずさまれた東の門の前の田に刈り取った稲が束ねて丸太にかけ渡してある。 たまに訪れてくる人のためには、青い根を刈らせて馬に食べさせ、また焼き米を作らせたりする仕事に一緒に立ち働いたりした。道綱が飼っている小高たちが外で遊んでいる。この人はまた突然例の女のところへ文を送ったりするのだ。佐五物の妻も結ばぬ玉の斧、のえ見絶えずみ陽やつくさん。 着物の妻も結ばれないような儚い命があなたのお心次第で耐えようとしたり耐えなかったりしたりして一生を終わるのでしょうか。返事がないのでまた、梅雨深き袖に冷えつつ明かすかな垂れ長き世の仇なる乱。涙に冷え冷えと濡れながら世を明かしていますが、一体誰がこの長い夜をあなたの相手をしているんでしょう。 「今度は返事が来たがまあここに書かない方が良いような内容であった」「さてこの月も20日余りになってしまうまで後を絶っていたのだが呆れたことにこれを仕立ててほしいと冬のものが届けられた」「お踏みはありましたが途中で落としてしまいました」と本当なのか嘘なのか使いが言うのでバカバカしいこと。 返事はししないこととにしようと決めて何事も知らないことにしてしまった届けられたものは仕立てて文はつけないで返してやったその後は夢の通いじめいた交渉も耐えて年もだんだん暮れ近くなってきたその月漬にはまた「これを仕立ててほしいとおっしゃいました」と言ってとうとう文さえつけず下重ねが届けられた あまりのののこととよよううううに思うので、どうしようかと迷い、召使いたちに話をしてみた。やはり今度だけはおやりなさいましこちらで嫌がってるように思われるからかもしれません。などと結局話を決めて一応受け取りそれはそれで手際よく仕立てて1日に道綱に持たせてやった。大層を見事に出来上がったとおっしゃいましたというだけの返事でそれきりになってしまった。 呆れたという程度の話ではない。下月に父のところで出産のことがあったが、見舞いにも行けないで過ぎたが、どんな様子だろうか。平成義理を書いているので今度だけでもと思うのだが、体操らしいことはできないので、心ばかりのお祝いをいろいろ持参させた。普通のしきたりのように、白い産着を梅の枝につけた。冬ごもり。 雪に窓石降りすぎて、今日ぞねの梅を尋ねる。雪に悩まされていた長い冬ごもりの期間も過ぎて今日は垣根の梅を訪ねてみました」と歌を書いて縦脇の長を使いにして夜になってから持たせてやった使いは翌朝早く帰ってきた薄紫色の内着一重ねを引き出物にもらってきた「枝若み 雪間に咲ける初花はいかにと遠うに匂いますかな。枝が若いので雪間にも咲いた初花はどんな様子かと尋ねてみると大層美しいことです。など私はまた口ずさんだりして日を送っているうちに年末の仏寺の頃も過ぎた。その頃こっそりとお参りしましょうとある社の参詣を誘う人があったので それではと一緒に出かけると思いがけないたくさんの人がお参りに来ていた誰だと知る人もないはずなのに私一人だけが変に気になって決まりが悪い思いだった原江殿の軒につららが多く垂れ下がっているそれを面白いものだと思いつつ帰ってくると大人でありながらわらわ小族をつけてへんてこな髪型をした人が歩いていく 見ているとあのつららを人への袖に包み持ってそれを食べながら歩いていく何か訳のありそうな人だと思っているうち私の連れの人が話しかけると氷を頬張った下品な声で「私に御用なんですか?」というのを聞いてなんだ普通の人間じゃないかと思った頭を下げて「この氷を食わない人は願い事が成就しないのだそうでございます」などというのも嫌な感じだった。 そんな不吉なことを言う者自身が氷で袖を濡らしているじゃないかと胸中で歌を作った。我が袖の「氷は春も知らなくに心溶けても人の行くかな」。濡らした涙のために凍った私の袖はまだ春も知らない様子なのにこの人は打ち溶けた気持ちでのんびり歩いていることだ。帰って三日ほど過ぎてから。 また鴨神社へ参詣した雪や風がひどく降り込めて辛くわびしい日が続いたが風邪をひいて寝込んでいる間に霜月も過ぎ師走を送ってしまった無月の十五日にナビがあった早くから道綱の召使いの男たちがナビをするとて騒いでいるのが聞こえていたがようやく酔いも過ぎて ああうるさい、などという声も聞こえてくる。面白そうで、そっと橋近く出て、外を見ていると、おからの月が美しかった。東の方の山は一面にかすんでぼんやりとし、もの凄まじい感じだった。柱にもたれかかって、私は世を捨てて入り込んでしまうべき。思わぬ山もないと思って立っていると、 去年の葉月から耐えてしまったあの人との仲ははかなくももう無月になってしまったと考えがこみ上げてきた諸声に泣くべきものをうぐいすは六月ともまだ知らずやあるらん一緒に声をそろえて泣くはずなのにうぐいすはまだ一月になったのを知らないのだろうかと独り言が漏れるのだった二十五日に 道綱は誰かと競争して人間運動に走り歩いているどうなるんだろうと思ううちにつかさ飯の日になった珍しく夫から文があって道綱は馬之助になったと告げてよこした早速あちらこちらとお礼参りをするがその役所の長官が叔父でもあるので参上した大層喜んで話のついでに殿にいらっしゃる姫君はどうしていらっしゃいますか いくつにおなりりでししょうかと尋ねたりした帰ってきて道綱がそんな話をするがどうして娘のことを聞いたのだろうかまだこちらは一向子供でそんな申し入れをせられる年頃でもないのにと思いそのままにしておいたそのころ冷泉院の弓の競技があるというのでまた騒ぎだったが神も助道綱も同じ組で練習の日には一緒になるが いつも同じことばかりおっしゃるからどういうことだろうとこちらでは不審に思って話していた日さらぎ20日ごろ何か嫌な夢まで見たのだったそして密かにあるところへお参りしようと思い立ったがそんなに深い山というところでもない山寺なのだちょうど野を焼く頃なのに桜の花の妙に遅い年で面白いはずの山道だがまだ時期が早かった あまり山奥には鳥の声もしないものなのでうぐいすさえ鳴いていない水だけが湧き返って流れていくのが珍しい眺めだったひどく道中が苦しいので世の中にはこんな苦労をしなくても住んでいる人があるのにつらい身一つを持て余しているから自分はこんなに苦しむんだなぞと思われた夕方の鐘の鳴る頃やっと到着した 仏前にお豆苗を奉って一筋の願いを込めて礼拝していると一層胸苦しくなってきた明け方近くに雨が降り始めた困ったことだと思って奉子の坊へ行ったどうしたらいいだろうと言ってるうちにすっかり開け離れて美濃だ傘だと人は騒いでいる私は仕方がないのでゆっくり辺りを眺めていると前の谷から 雲がしずしずと上がってくるので何か物悲しくなった思いきや雨津空なる雨雲を袖してわくる山不満とは空の雨雲を袖でかき分けてこんな奥山に登ってこようとは思いがけなかった山の雨は言い,いようもなくわびしかったがこのままいるわけにもゆかないので 何かと準備をして寺を出発したいじらしい養女がみちみち私に寄り添っているのを見ると一層私は苦しさも悲しさもいやます思いがするのであったやっと帰郷した翌日道綱が弓の練習所から夜更けて帰ってき私がもう伏しているところへ寄ってきていった父上がお前の役所の神が 去年から非常に熱心に言われることだが、そちらにいる子はどうなった、大きくなったか、物心がついたかとおっしゃいましたが、また、神にお会いすると、殿が何かおっしゃいましたかと言われるのです。お話がありましたとお答えすると、あさってごろは良い日ですから、お文を差し上げましょうなどとおっしゃいました。おかしなことだ。まだあんな幼い子供に縁談を持ち込むなんてと、私は変に思いつつ休んだ。 そそしててののの日になななっっお手紙が来た。ううかかり返事のしかねるような書面なのだ。いくつ嫌い思う司祭がありまして殿にお伝え申させてご意向を伺いましたら事情だけはあちらに話したら了解された今は直接申されたらいいとおっしゃったと承りましたがそれもぶしつけな考えだとあなた様からお叱りを受けはしないかと遠慮しておりましたまたきっかけもなくてと悩んでいましたら 司の発表を見ますとそちらの助の君が私と同じ役所勤めになりましたのでお伺いしましても見とがめる人もあるまいと存じますのでなどもっともらしく書いてその端にそちらのお屋敷の武蔵という次女の方のお部屋まで施行させていただきますとあるのだった返事を差し上げるべきであるがまずこれはどうしたことかと夫に問い合わせてからにしようと文を持たせてやると 道綱は、物意味やなんかで取り込んでると言ってご覧に入れることができませんでしたと言って持ち帰ってきた。そして五六日経った。不安に思ったのであろうか、馬の神は道綱のもとに、ぜひとも申し上げなければならないことがありますと使いを呼びによこされた。今すぐ参上いたしますと言って使いは返したが、そのうちに雨が降ってきた。 起きの毒だからと家を出かけようとしたとき、また先の使いが文を持って引き返してきたのを見ると、暮の二枚重ねの薄ように歌などを書いて勾配につけてあった。その言葉は、磯の神ということはご存知でしょうね。春雨に濡れたる花の枝よりも、人知れぬ実の袖像割り泣き。春雨に濡れた梅の花の枝よりも、 人に知られず嘆いている私の袖の方が一層ひどく濡れています。我が君、我が君、ぜひおいでください。と書いて、どうしたのか、我が君という文字を書き消してある。道綱が、どういたしましょうと聞くので、母、厄介だね。途中で使いにあったと言って、お伺いしなさい。と言って出してやった。その日帰ってきて、殿にお問い合わせになるまでも、 どうしてお返事のいただけないはずがないでしょうと大変恨んでいらっしゃいましたと語るのだが私の方では23日経ってやっと夫に手紙を見せることができたのだった道砂はその使いから帰ると父上がおっしゃいますには何も承諾などしたわけではないそのうち考えてみてと答えておいたのだから返事は早く適当に押し量ってやりなさい まだ時期も早いのに今から通いたいというのは不都合だろう。そこに娘がいることはあまり人が知らないはずだから、馬の神が通い始めると世間が変に思うだろう。お前のところへ通うんだと勘違いして、と申されました。こんな話なので無償に腹が立ってきた。そのように言う人が実際いるのではないかと思ったに違いない。神への返事はその日早速したためた。 意外なお便りは先日の樹木のおかげかと存じましたのですぐにお返事申し上げさすべきはずでしたが「殿に」などとそちらでおっしゃったお言葉が何か不審で下せませんでしたので問い合わせていましたところまるでもろこしにでも問い合わせにやったように返答が遅れていましたそれでもやはりよくわかりませんのでお返事申し上げようもございませんと書きなお端に「部屋に施考したいとおっしゃった武蔵は みだりに人をと申し上げておりますと記しておいたそしてその後も同じようなことを言ってよこされた返事はそのたびごとにやるわけでもないがあちらではひどく遠慮しているようであった弥生になった馬の神は本邸の方へも女房に頼んで取り継がせたので殿の意向を聞いたといってその女房の返事を使いの者に店に来させた ご不審のご様子ですからお目にかけるのですがこれこれのように殿のお言葉があります」とあるので手に取ってみるとそれはあちらの女房の筆跡で「この月は日が悪い来月になってと」と殿は暦をご覧になって「ただいまもおっしゃっています」などと書いてある「本当に変な乱暴な暦沙汰だ何という出まかせだろうかまさかそんなことがあるはずはないこの手紙を書いた人の嘘だろうと私は思った」 しかし七八日の昼頃馬の神がいらっしゃったと突然召使いたちが言うのだあら静かに留守だとお言いなさい私に話をしようと言われてもまだ早くて都合が悪いからと言っているうちにもう入ってきて庭先のあらわな生け垣の前に立っているいつもきれいなこの人が練り絹の下重ねの上になよやかな脳死を着て太刀を吐き こういう場合普通のことだが少し形の乱れた赤色の扇を手に持て遊んで風が強く吹くので冠の栄誉を巻き上げられながら佇んでいる姿はまるで絵に描いたように見えた綺麗な人が来たというので奥勤めの女たちがモナゾをいい加減に引っ掛けた姿で端近く出て見ていると折しもこの風がすだれを外へ吹き内へ吹き動かすので だれを頼りにして打ち解けていた次女たちが押さえたり引っ張ったりして騒ぐうちに何か見苦しい袖口なんかをすっかり見られてしまったことと思うと死ぬほど気の毒な感じだった夕べ夜遅く弓の練習から帰ってまだ寝ている道綱を起こしている間にこんなことになったのだやっと道綱が起きだしてきてここには今日は誰もいないよしを言った 風がひどく吹く日なので、前から格子をすっかり下ろしてあったので、何を言っても差し支えないのだ。馬の神は強いてすのこに上がり、今日は良い日です。ワローダを貸してください。今日をお屋敷へ通い始めの日としましょう。などしばし話して、お留守で本当に残念でした。と嘆きながら帰っていった。二日ほどして私の方からただ口頭で、 留守の間においでくださったお詫びを道綱を通じて申し入れさせてあとお目にかかれないでひどく物足りなくて帰りましたがそのうちぜひと言ってよこすそして幼い人に不相応なことですのに私の変な声などお聞かせするのは嫌ですなどとおっしゃるのはこの結婚をお許しにならない意味だろうと思いますがそれでは助けに申し上げましょうと言いがてら暮れに訪れてきた 仕方がないので、格子を二間ばかり上げ、縁側に明かりを灯して、久しの間にお通しした。道綱があって、どうぞと生じると縁に上がった。妻戸を開けて、こちらからと案内するらしく、神はふと歩み寄りながら、また思い返し立ち退いて、まず、母上にお取り次ぎを願います、と小声で言うので、道綱が入ってきてその良しを告げるのだった。 ご随意にお入れ申し上げなさい」と答えさせると少し笑って適度に絹ずれの音をさせながら久しの間に入ってきた道綱と静かに何か話を取り交わしているが時々尺に扇の当たる音だけがかすかに聞こえてくるすだれの内側にいる私たちの方では物音も立てずしばらくじっとしていたがややあって馬の神は道綱に 先日はお目にかかれなくて帰りましたので、心もとなさにと母上に申し上げてください。とまた取り次ぎを申し入れた。さあ早く、と道綱がこちらへやってきて促すので、私はすだれの近くにいざり寄っているが、なぜか急には神は物を言わなかった。内側の私の方からは、まして声もかけない。しばらくして、相手が不安に思わないかしらと推察して、 私が少し咳をしてみせたのをきっかけに力を得たのか「先日は折りやしくあいにくな時に参上いたしまして」と馬の神は口を開き始め私の養女を思いかけた当初からの話をこまごまと話していくのであったうちからは「ただ本当に困るようなそんな話には不妊いな年頃でございますのでこんなことを伺いますのも夢のような気持ちがいたします」。 小さいどころか世間で申し上げますネズミ酔いというほどにもなっていないんですから本当にご無理なお話でなど口含み声で答えていた自分の声がひどく繕くったよそ行きのように反響してそれを意識することが私には一層苦しかった雨の乱れ降る夕べで気が付くとカエルの声も騒がしかっただんだん夜が更けていくので すだれのうちから「このように大層気味の悪いあたりは家にいるものさえ気持ちが落ち着きませんのに」と言い出すと「何でもございませんよ今夜は私を召使いだと思って力にしてください怖いことなんかありませんとも」と言いつつ世もひどく老けたのだこちらの佐の君が鴨祭りの使いに立つご準備も近く終わりでしょうがその時にはお手伝いを何なんだりといたしましょう。 殿にあなた様のおっしゃったことを申し上げ、ご意向を伺って、また殿のおっしゃったことを申し上げに、明日か明後日参上いたします。という挨拶なので、それでは帰るのだなと思い、ふと貴重の誇りから外を見出すと、縁側に灯してあった明かりはとっくに消えてしまっていた。すだれのうちには貴重などの後ろに灯してあったので、その光が明るくて、外のが消えたのに何も気がつかなかったのだ。 こちらの姿がすっかり見られていたと思うと私もあきれ慌てて意地悪く明かりが消えたともおっしゃらないでと言うと何でもございませんと答えて帰っていった。」。そめると来訪がしばしば続いて同じことを繰り返し言われるが私の方ではお許しの出るはずの殿のところからそう言われました時ならこちらは困ったにしても差し上げますがなどと答えていた 大切なお許しはもう出ておりますのに、とあの方はやかましく催促して、先日も殿がおっしゃいました。二十日余りが良い日だと言いますが、そんな風に責められるが、ちょうど道綱が梅寮の使いとして鴨祭りに出ることになっているので、こちらはそのことにばかり気を取られているので、神は準備のごたごたの終わるのを待っていた。しかし道綱は鴨の祭飲のみそぎの日、 出先でで、犬ののの死骸を見つけたた。やむを得ずこの使いは中止し、用意意も不意になった「そしてこちらではやはり菅野君との縁談は早すぎるように思うので気にかけないようにしているが殿から高旺盛があったと言って強く催促せよと申されましたとばかりあの方は言ってくるので私は夫の方へどうしてそんなことをおっしゃったんですかあまりうるそうございますので」。 官の君に証拠としてあなたのお手紙を見せようと思いますのでご返事をくださいと言ってやった夫からは「許してもいいと思ったが道綱の使いの用意をしている間に伸び伸びになってしまったもし神のお心が変わらないようなら葉月ごろにさせたらいいだろう」とあったのでそれならそれでいいとほっとするのだった馬の神に殿からこんなお返事がありました だから、請求な暦沙汰は当てにならないと申し上げたではありませんかと言ってやったのだが、返事もなくて、しばらくしてご自身で尋ねてきた。大変腹立たしいことを申し上げに参りました。と言うから、何ですかとても行々しいじゃありませんか。まあまあ、こちらへ。と案内させると。いいですよ。よくわかりましたよ。こんなに夜昼参上しているとかえって伸び伸びにされてしまうでしょう。 少しすねてそんな言い方をししばらく道綱と話をして立ち際に硯と紙とをこうのだったすぐ出してやると書いて押しひねってすだれの中に入れて帰った見ると「ちぎりおきしうずきはいかにほととぎす我が身の浮きにかけ離れつつ約束しておいたうずきはどうしたのですか我が身のつらさにほととぎすのようなあの人もいよいよ離れていくばかりです」。 どうしたらいいんでしょうがっかりしてしまいました。夕暮れにまた参上します。とあって、筆跡はさすが見事な出来栄えである。返事は私から追いかけて言ってやった。なお忍べ、花立花の枝やなき、会う日過ぎぬる渦木なれども。やはりしばらく我慢なさい。人に会うという渦木の葵は過ぎたけれど。 待つ花たち花の季節があるじゃありませんかさて前に吉筒だと選んでおいた22日の夜菅野君はまた来訪した今度は今までのようでなく大層慎重にしているものの、責める様はいっそう甚だしいので困ってしまった殿のお許しも葉月というのでは全く方法がありませんあまり待ち遠く思われますが そこを何とか思い,いただいてお許しくださいませんでしょうか。どうおぼしめしてそんなにおっしゃるんでしょう。その待ち遠いとおっしゃる間に、ういごともあろうかと思われるほどですのに。と答えると、いくら幼いとおっしゃっても、お話くらいはできるでしょう。と責め立ててきた。いや、どうしてこれはそんなものではございません。あいにく人見知りをする年頃ですもの。などを言うのも聞き分けないように。 ひどくくびしく見えた胸が裂けそうな気がしますからこのミスのうちにちょっと入れていただくだけで満足して帰ります一つ一つでも目印に近づいて気休めにしたいのですお許しください」と言ってすだれに手をかけるのでなんだか気味が悪くなったが耳にも入らぬように装ってもう随分夜も更けてしまいましたが。 いつもなら他の人のところでそんな気持ちにおなりになるようなお時間ですわね」とそっけなく皮肉を言うと「いやこんな風におっしゃられるとは思いもよりませんでした。ただちょっとすだれの中に入れていただいたらどんなに嬉しく思うだろうかと思ったまでなんです。はすきまで暦の日数ももうわずかになりました。失礼なことを申し上げてご機嫌を損じてしまいまして。など後に下がってわびいるので。 こちらもひどくかわいそうになった」「ミスの中などとおっしゃるのはやはりご無理ですよ。院や代理へ昼間施行する時のようなつもりでいらっしゃいませ」と言うと「そんな場合のつもりになるというのはつらいですよ」と答えながらふっとすだれの中に入ってきたので何とも言いようがなくなった。返答もしかねるのでついには物も言わないでいた。 あ、はあ、失礼いたしました。ご機嫌もお悪いようで。ではもうお言葉のない限り何も申し上げません。恐れ入りました。と言って不満そうにつまはじきをして、物も言わないでしばらく行って帰って行った。出るとき召使いに、待つをと言わせたが、全然振り向きもしないで帰ったと聞くと、やはり気の毒になり、また翌朝、あ、はいにく夕べは、 待つともおっしゃらないでお帰りになったそうですが、ご無事でしたかとお伺いまで。ほととぎす、また問うべくも語らわで、帰る山地の小倉狩り剣。またおいでくださるとも言わないで帰られた山地は、どんなに暗かったことでしょう。本当にお気の毒で、と書いて持たせてやった。そのまま先方へ置いてきたので、すぐあちらから、問う声は、 いつとなけれどほととぎす開けて悔しきものをこそ思えいつということなく私はお尋ねいたしますが今朝になって考えてみると残念でなりません本当に心から恐縮いたしましたとだけ書いた文があったそんなに恨んでるはずなのに翌日には助の君が今日皆さんのもとにお出かけになるというのですが一緒に役所へ行こうとお誘いしに来ました と言って門前に立ち寄った。例のように硯を貸せというので紙を添えて差し出した。自分のところに入れてよこしたのを見るとひどく震えた字で。前世にどういう罪を作ってこんなにお妨げを受ける身となったんでしょう。だんだん変な風になっていくようですから守備よくことが成就することも難しいと思います。もう決して何も申し上げますまい。今は高い峰の奥深く隠れてしまいましょう。 など、たくさん書きつけてある。返事に、まあ、怖いことでございます。どうしてそんなことをおっしゃるんでしょう。お恨みになるべき人は別のところじゃないでしょうか。高い峰のことは何も知りません。谷のことももちろんです。と書いて出してやったが、そのまま道綱が一緒に乗って出かけていった。まもなく道綱は朝廷から配慮の立派な馬を得て帰ってきた。 そのくれにまた馬の神が来て、先夜は大変失礼なことを申し上げましたが、考えれば考えるほど恐縮でございます。今はただ、殿から仰せのあるまでお待ちすると申し上げに、今夜は生まれ変わって参上しました。死ぬなとおっしゃっていただきましたので、千年生きてもなお足りないように思います。指を折って数えてみますと、松間の美月というのは、なんとか節置きして暮らしていけそうですが、 やはり随分待ち遠い気がしますので、つれ連れと過ごす月日を、せめてご縁の端に整いすることをお許し願えませんか。と、ひどくはっきりと言い切るのであった。こちらもそれに相応した返事をして、今夜は早く帰っていった。道綱を明け暮れむやみに誘うので、いつもその屋敷へ出かけていた。そしてある時、女絵を面白く描いたのがあったので、 取っっっててて懐に入れて持って帰った見せてもらうと釣り殿と思われる甲欄に寄りかかって中島の松を見守っている女がいるそのところへ紙の端にこう書いて貼り付けた「いかにせん池の水波騒ぎては心の内の松にかからば池の水波が騒ぎ立ってこの中島の松ではないが あの人の心の中の松を越えるようなことになったらどうしようか。またやもめずみの男が手紙を書きさして、つらえをつきながら物を思う様子の絵に、ささがにの「いずこともなく吹く風は、かくてあまたになりぞすらしも」。「どこともなく吹く風に雲の糸が広がるように、区別もなく手紙を書いて、さぞたくさんの関係ができることでしょう。」と書いて、 あちらへ持たたたせて返したりしり「そんなうちにも馬の神の方からはやはり同じことを絶えず言ってきたのだ。殿にご催促してください」などといつも口癖のように言うのでまた夫の返事をもらってそれを見せようと思い「こんなことばかり言うものですからこちらでは返答に困ってしまいます」と本店の方へ行ってやると「結婚の時期はああ話してあるのにどうしてそううるさく言ってくるんだろう」。 葉月を待ってる間に、お前の方ではあの男をとてもよく艦隊しているという世間の評判だ。それでは、かえってこちらが恨み事を言いたくなるくらいだ。という返事なのだ。冗談だと思っていると、たびたび私と菅の君とが変な関係にでもあるようなことを繰り返し言ってよこすのも妙なことで捨てておけず。こちらではわざわざお誘いしているわけではありません。本当にうるさいので。 大体こちらをおっしゃるのは見当違いですと申し上げるのですが、それでも相変わらずなので目に余ってご相談したのです。それなのにあなたは何ということをおっしゃるんでしょうか。今更にいかなる細かなつくべき、すさめぬ草と逃れにしみを。今更どんな人が私になついてきましょうか。もう馬も賞味しない追い草のように世を逃れてしまった私ですのに。本当に赤面いたします。と書いてやった。 かんのきみは、やはりこのうずきのうちにと頼みをかけて催促している。例年に似ず、このごろは、ホトトギスが何か屋内にまで響き渡るほどに泣くのだが、かんのきみにやる手紙の端に、いつもとは違うホトトギスの泣く音を聞くにつけましても、安らかな気分もなく思われます、と、大変謹慎していることを書いてやったので、あちらでも色っぽいことは書いてこなかった。 道綱が館のところへ馬舟をしばらくと仮にやったところ例の文の端に「助の君にお願いが叶えられなければ馬舟は貸せないと申し上げてください」とある返事に道綱から「あなたの馬舟には条件が付けられていて思いもよりませんから拝借してもかえって厄介です」と言ってやると折り返し「条件の付けられたうちの馬舟は今日明日にも拉致を開けてもらいたいようです」とあった。 「こんなことで、この月も終わりになったので、話もはるか葉月まで待たなくてはならず、うんざりしたのであろうか、頼りも途切れたまま月が変わった。さつき4日、雨がひどく降っていたが、菅の君から道綱のもとに、あままがありましたらおいでください、申し上げたいことがあります。母上には、私の前世の因縁が思い知られますので、何も申し上げませんとおっしゃってください。 と言ってきたこうしていつもわざわざ呼び寄せながらこれということもなく冗談など言いつつ返してよこすのだった「今日はこんなに雨が降るのにちょうど養女がお参りに出かけるが私も別に差し支えもないので同行することにした」「ある人が女神には衣を縫って奉てるのが良いのですそうなさいませ」とそばへ寄ってきてささやくので それではそうしましょうとカト取のひいなぬを三つ仕立てたその従いにこんな歌を書いたのはどんな気持ちからだったろうか愚かな私の心を神様こそご存じに違いない白胎の「衣は神に譲りてん隔てぬ中に返しなすべく」この真っ白な美しい衣は神様に差し上げますどうぞ昔のままの 隔てのない二人の中に返してくださいますように。また、からごろも、なれにし妻を打ち返し、我が従いになすよしもがな。お互いに慣れ親しんだ夫を、この着物の下前を返すように、昔のままの状態に返したいものです。もう一つ、夏ごろも、達也とぞ見るちはやぶる、神を一えに頼むみなれば。 神様をひたすら頼りにしている私ですから、こうして夏の一杯を立って差し上げるのです。夕暮れになったので、物悲しい気持ちで家に帰った。明る五5日の明け方に、私の兄が外から入ってきて、どうしました今日の勝負はなぜまだ拭かないのですか夜の間にしておくのがいいのに、などを言うので、召使いたちが驚いて勝負を吹くようで、 みな起きてきてて格子をあげたりすると「孔子はちょっとそのままにしておきなさい。ゆっくりしましょう。ご覧になるにもその方が好都合だから」などと兄は言うがもう皆起きてしまったのでさまざまな節句の用意をさせたり吹かせたりした昨日の雨雲を追い払う風が吹くので勝負の蚊がもうあたり一面に漂ってすがすがしい匂いがする縁側に道綱と2人でいて 色々な草木を取り集めて珍しいくす玉を作りましょうと話し合ってせっせと手を動かしているとこの頃は珍しげもないホトトギスの村鳥が不吉にも川屋の上に降りていると騒ぐ声がする。と思うとふと空を飛び交いながら二声三声聞こえてきたのは身にしみて面白かった「山ホトトギス京都テヤ」なぞと皆が口ずさんで見るのであった。 少し日が昇って、かんの君が、弓の練習にいらっしゃるのでしたらご一緒に、と誘ってきた。すぐお供いたしますと言ったのに、使いがしきりに早く早くなど言ってくるので、道綱は早速出かけていった。翌日も朝早く、昨日は体操ご機嫌が悪かったようなので、何も申し上げられませんでした。今の間にでも暇がありましたらどうぞおいでください。 母上がいつまでも連れなくなさるのは何とも言いようがありません。しかし、生きてさえいれば、いつかは結婚できるでしょう。死んでは何を思い比べてもどうなりましょう。まあこれはここだけの内緒の話ですけれど。とあって、自身はやってこなかった。また二日ばかりして早朝、こちらへ寄ってくださいますかそれともそちらへ伺いましょうかと言ってきたので、早く行きなさい。こちらへ来られたんじゃしようがない。 と道綱を出してやったが、例のように何事もありませんでしたと言って帰ってきた。また二日ほどして、申し上げなきゃならないことがあります、おいでくださいとだけ書いた手紙を朝早く持参させた。すぐ参上しますと答えさせてしばらくしていると、雨がひどく降りしきってきた。夜になってもやまないので出かけられなくて、お気の毒です、お手紙だけでもと道綱は、 ひどい吹き振りに妨げられて悲観しています。これほどに、絶えず行く我が中川の水まさり、落ちなる人ぞ恋しかりける。絶えず通って行く中川のように親しい間柄も、水が出たので行けませんので、一層恋しく思っています。すぐに返事があって、会わぬせを恋しと思わば思うどち、へむ中川に我を済ませよ。もし会えなくて恋しいと思うんでしたら、 一緒に暮らしましまょう私をあなたのいる中川に住ませてください」などと言ってきたのにその日暮れ果てて雨も止んだので自身で訪れてきた例の心もとないことばかり言って縁談を促すので「3ヶ月」とおっしゃって指で数えていらっしゃったその指は一つ折るか折らないかと思っている間に時期すぎてしまいますよそれがそうはいかないんです当てにならないこともありますから 散々待たせて、その後でまた指を折らせられるんじゃないでしょうか。やっぱり何とかして、殿のお暦の中ほどを切り取って継ぐわけにはいきませんかね。と言い出すので、少し滑稽になってしまった。それができるくらいなら、いっそ葉月に帰る狩りを、今泣かせてご覧になったらなど答えると、大層ほがらかに笑ってしまった。そして不意に私は、夫の手紙の中に、 大変よく艦隊している、などと書かれていたのを思い出したので、真面目な話ですが、この縁談が伸び伸びになっているのは私の考えだけではありません。殿の方へ催促してやるのもちょっとしにくいような事情もありまして。というと、それはどういうことでしょうか。どうぞそれだけでもお聞かせくださいと、しきりに責め立ててきた。納得のゆくように話してみようか。それにしても口に出しては言いにくいので。 夫から来たた手紙を取り出して見せた「お目にかけてもしようがないようなものですがただこのことをあちらへ催促してやるのに困るわけが分かっていただければと思いまして」と言いながら見せては困るところを破り取って差し出すと菅野君はそれを手にしてずっと縁側の先まで滑り出していきおぼろな月光に当てて久しくじっと見ていたが間もなく入ってきた。 髪の色に取り紛れてちっとも見えません。昼うかがって拝見させていただきましょうと言って返した。もうこれはすぐ破ってしまいます。と私が何か後悔でもしたように言うと、まだしばらくお破りにならないでください。など言って、この人は手紙の中のことはほのかにも見たような顔をしないでいた。ただ、私の悩んでおりますこともおいおい近づきましたので。 慎んでいなければならないと人も言いますからなんとなく心細い気がします」と言い折々何を言っているのかわからないようなことを一人で口ずさんでいたそして夜が明けてから「役所に用事がありますが助の君に代わりに行っていただきましょう」「自分は五穀こ,こちらへ伺いたい」と言い残して帰って行かれた何かほっとし 昨夜見せた夫の手紙が枕紙にあるのを見ると、どうしたことなのか、私が破ったと思ったところは別の箇所だったし、またそれとは別に破り取ったところがあるのを不思議に思ってみると、あの時夫に返事をしようといかなる細かの歌を案じつつ、夫の手紙の片端に下書きしていたところを破り取っていたのであった。早朝、道綱のもとに、風邪をひきましたのでお約束したようにお伺いできません。 こちらへ昼頃おいいでくださいと言ってきた。例の通り大した用事もあるまいと出かけないでいるとまた手紙が来たそれは私に宛てたものだったいつもよりもっと早くお文を差し上げたいと思いましたが遠慮されることがありまして読みにくかった夕べのお手紙を拝見に伺えないのが非常に残念ですわざわざ殿に私のことを申し上げてくださることは難しくても 折りりはよろしくお取り次ぎくださることをあてにしながら、はかない自分の身の程を哀りに思っております。いつもよりも丁寧に、きれいに書いてあった。返事は用事もないのに、いつもやるのはと思い、しないで済ました。翌日、やはり少し気の毒なような気がし、こだわっているのも何かよなれないようだと思いながら、昨日は人の物意味がありまして、 日が暮れてしまいまして。心あるとやの歌のように、ご想像に任せたままお返事も差し上げませんでした。折々には何とかといつも心がけていますが、ついでのない身になってしまいましたので、なかなか困難です。悩ましげなお箸書きには、もちろんご同情申し上げております。こちらの手紙の紙の色は、昼だって読みにくくお思いになることでしょう。と書き、 わざわざ持たせてやったが折からあちらに奉仕たちが大勢来ていて騒がしそうだったのでそのまま置いて帰ってきた朝早く向こうから姿の変わった僧侶たちがおりました上日も暮れ果ててからお使いが参りましたので嘆きつつ明かし暮らせばほととぎす身濃うの花の陰に泣きつつ私はつらい身を嘆きながら日を送っていますと ホトドギスも同じように卯の花の陰に隠れて泣いています本当にどうしたらいいでしょうか今宵はお詫びに参上いたします」とめめしく哀れにさえ書いてあった返事は昨日のお返事を差し上げただけですから何もそんなに悲観したり恐縮していただくことはないと思いますが陰にしも何度か泣くらん卯の花の枝に忍ばぬ心とぞきく 影などででうう。しして泣くんでしょう「ホットトギスというものは鵜の花の枝で思い切り泣くということですのに」と書き上の方を消して端に「この歌は不完全な感じがいたしますね」と書き送ったそのころ左京の神がお亡くなりになったと知らせてきた宮中でも喪に服され夫もしばしば山寺へ行ったので時々驚かすように頼りをよこしたりして はずきももう間近な心地がするのに世話を見ている養女はまだ心が幼くてどうかしらといろいろ心配することが多いので自分の身のつらさなどはすっかり忘れ果ててしまっていた文月の20日ごろになると菅野君がなぜかなれなれしい態度を見せられるようになったので私を頼りにしているのだと思っているとある人が「 馬の神の君は、元関係のあった女を盗み出して、あるところにお隠れになっています。本当にバカバカしいことだと世間の評判になっています。というのを聞いて、何とも言えず、私は重荷を下ろした気持ちになった。月が経ってゆくのにどう言ってやろうかと思っていたのに、断る口実ができてよかったと思うものの、何か理解しにくい不思議な人の行いであった。 そしてまたた。のの馬の神からお手紙が来た見ると人も噂をしていますように本当に我ながら呆れております心にもないことを申し上げたような結果となりまして申し訳もございませんしかしこんな興ざめな話でないことも申し上げたこともありましたからどうぞあしからずお許しくださいなど書いてあった返事に心にもないこととおっしゃるのは何のことでしょうか ここんなことではなくとおっしゃるのは多分道綱のことでしょうがやはり物忘れをなさらなかったと思って大層安心していますと言ってやった葉月は世間にもがさが流行して大騒ぎだった20日頃にはこの辺りにも流行ってきてとうとう道綱が重く患ってしまったどうしようもなく消息の絶えてる夫にも告げてやろうかと思うくらいで私の心労は大変だったし そんなことを言い暮らしていても仕方がないので本邸へ文をやって知らせると返事はまるで冷淡だったついにはただ使いのもとに言葉でどうだと言わせただけだったそんなに親しくもない人まで見舞いに来てくれるのにと一層私は腹立たしくなっていった馬の髪も恥ずかしげもなく平然としばしば見舞いに来た長月の初めにしかし道綱はようやく治ってきた 先月の20日過ぎから降り出した雨が、この月もやまず、盛んに降り続いて、この中川も、鴨川と一つになって流れそうに見えたので、私たちの家も今に洪水に押し流されないかと心配だった。世の中はすべて物哀れな様子で、門前の早稲田もまだ刈り集めてはいなかった。たまに甘々があると、焼き米だけをやっと作っているような始末だった。 もがさはさらに一円に広がって、小一条の大きいおとどのご子息の二人の少々とも、この月の十六日に亡くなったと騒いでいる。思いやるだけで、本当にお気の毒なことだった。こんな噂を聞くにつけても、回復した道綱は本当に運が良かったのだ。そして別に取り立てた用事もなかったので、まだ外出はせず、家でブラブラしていた。 二十日過ぎに珍しく夫から文があって、スケはどうしたこっちの子供は皆治ったが、道綱がどうして来ないのかと心配だ。そちらがひどく私を恨んでいるから放っておくわけではないが、こちらでも意地を張って過ごしていたのだ。忘れたわけではないんだが、と細々と書いてあるのも不思議だった。返事には、しかし、訪ねてきた道綱のことばかり書いて、端の方に、 本当に「お忘れになることもおありでしょ?」と書きつけて送った道綱が外出をし始めた最初の日どうしたのか途中で例の文を通わせた人とすれ違ったが両方の車の胴が引っかかって困ってしまった翌日道綱は「昨夜べは全くわからないで失礼しましたそれにしても年月の巡り車の輪になりて」 思えばかかる折もありけりけ長い年月あなたを慕っておりましたが時には車の輪になってあなたの車に引っかかるような嬉しいこともあるものです」と言ってやったのを先方では取り入れておきながらその手紙の端に平凡な筆跡で「違いますこちらにはこちらには心当たりがありません」と同じ言葉を繰り返した文面で返事をしてきたのは何か解せないことであった。 やがてなになった二十日過ぎに片タいをするために移っていた父のところで聞くとあの嫌な大ウのところで子供を産んだということだった以前なら黙っているよりも母あ憎らしいと思うはずなのだが今はもう平気で過ごせるような気がするのだった酔いの間に食材の用意などしている時兄が近く寄ってきて懐から「 道のくがみで結んで手紙を枯れすすきにつけたのを取り出した。変なこと、どなたのお手紙と聞くと、まあご覧なさい、と言うのである。開いてほかげに透かしてみると、筆跡は嫌な夫の字とよく似ている。文面には、あの、いかなる細かなづくべきとあったのはどうしましたかしもがれの、 草のゆかりぞ哀れなる「駒帰りても名づけてしがな」「歌を拝見しますとあなたは自分を老い草に例えていられるが私も縁故の深い下がれの人間なので同情いたします」「一つ若返ってあなたを名づけてみたいものですがああひどく切ない気がします」とある私が夫に言ってやって後悔している歌の文句を引いてあるのでどうもおかしかった」 これはどなたのですか堀川殿のことですかと尋ねると大きい音どのお手紙です水井人のそれがしがこちらの屋敷に持ってきたのを宛名の人はこちらにいらっしゃらないと断ったのにそれでも確かにと言って置いていきましたという話なのだどうして自分の歌謎がお耳に入ったのかと考えても考えても怪しいことであった また人ごとにどうしたらよかろうかと相談したりしていると、昔かたぎの父が聞きつけて、そりゃあ恐れ多いことだ。そんな時には早速返事を書いて、この持ってきた水井人に渡すべきものです。と恐縮している。それで、おとどの歌をそんなにおろそかに思ったわけではないが、本気になれるものではなく、いい加減な和歌を作った。ささわけば、あれこそまさめ、草がれの、 駒なずくべき森の下「笹を分けて入っていらっしゃったら一層ひどく荒れるでしょう。こちらの森の下はもうすっかり草も枯れてコマなどなづくものではございません」とお返事した。後にある人の話だと「これのお返事をもう一度なさろうとして歌を半分ほどお読みになったのだが終わりの方がまだうまくできないとおっしゃっている」とのことだったが。 そのまま時が久しく経ってしまったのもおかしかった臨時の鴨祭りが明後日行われるというので道綱はにわかに毎人に召されたそれにつけて珍しく夫から踏みがあったどうするかなど気を配って必要なものを皆整えて届けてくれた翌日私学の日には「汚れで引きこもっていて暇があるが」 宮中へは散大することもできないので、そちらへ行って、道綱の世話を見て送り出してやりたいが、お前が寄せ付けてくれそうもないのでどうしたらよいか、とても気がかりだ、と言ってきた。こんな時、こんな言い方は胸が潰れるようで、今更来ていただいてもどうするつもりかと思いあまり、早く装束をつけて、あちらへ参上しなさいと、急いで本邸へ出してやったが、なぜか私は、 後で涙が流れて仕方がなかった本邸では夫が道綱を相手に立って舞を一渡り練習させて散礼させた二十三日の祭りの日は私もぜひ見なければと心を弾ませて出かけるとある場所に引かれた幕のそばにあまり目立たない美老下の車が尻口を下ろして立っている 入り口にかけたすだれの下から美しい練り絹に紫の織物の重なった袖口がのぞいていたようだったのでなんとなく女車だと思って見ていたすると車の後ろにある家の門から6位の男のタチを吐いたのが異議を正して出てきて車の前にひざまずいて物を言うので驚いて目を留めてみると夫が降りて出てきたのであった。車のそばには、 赤い方を着た5位や C ー以上の黒方の肝心たちが押しかけて締めているよく見るとその中には顔見知りの人も多くいるように見えた例年の時よりも神前の儀式が早く終わって神立ち目の車を駆けさせてくる者は皆夫を見つけたからだろうかそこに車を止め同じ場所に車の口をそろえて立ち並んでいたそんな中で愛する親の欲目なのか 道綱はにわかに前人に出たにしては友人なぞもキラキラしく立派に見えたことであった神立めが手ごとにあの子に果物などを差し出し物を言いかけたりなさるのでいかにも面目を施したような気がしたまた古風な私の父も例の許されないことなので身分相応に五位の肝心の中に混じっていたのを 夫は大勢いる中から特に連れてこさして、あの家の中から酒など取り出してきているので、好意の方々から酒好きを刺されたりしているのを見ていると、ただその片時ばかりは、夫のなさり方に対し満足な気持ちにもなるのだった。さてその頃、道綱にこうしているよりはなぞと賢立てを言って縁談を取り持つ人があって、あの子の方でも引き続き歌を送っているところがあった。 八橋に縁の深い三河の神の娘とのことだった。最初に道綱から、カツや神代の印深からば、ただ一言に打ちも解け難。一言主の神のいるというカツ山の神代の印が深いなら、ただ一言で打ち解けていただきたいものです。その時は返事がなかったので、重ねて、カエルサの雲では伊豆子八橋の 踏み見てけんと頼むかいなく帰り道の雲出のように八つ橋に踏み迷って私の踏みを読んでくださったろうと頼みにしていたかいもなくお返事がいただけません今度は返事があって通うべき道にもあらぬ八つ橋を踏み見てきとも何頼むらん通うべき道ではない八つ橋に踏み入れてご覧になっても何にもなりませんと代筆に書かせてある また道綱から何かその通わん道の片からん踏み始めたる跡を頼めば何で通う道の難しいことがありましょうもう踏み入れ染めたのですからとはすらすらと行くに違いありませんまた返事が来た尋ねとも貝やなからん大空の雲地は通う跡墓もあらじお尋ねになっても無駄でございましょう 大空の雲字というものは、通う後もはっきり残りませんから。向こうでも負けるものかと思っているようなので、また道綱から。大空も雲の架け橋なくばこそ、通う儚き嘆きをもせめ。大空も雲の架け橋がないなら、通うにも通えぬ儚い嘆きをするでしょうが、架け橋さえあれば、なんとか通っていきます。返事。 踏みみれど、雲の架け橋危うしと思い知らずも頼むなるかな。踏んでみると雲の架け橋は危険なものだということをあなたは知らないで当てにしていらっしゃいますよ。また言ってやる。なおおらん、心頼もし明日ずの雲地を降り来る翼やはなき。やっぱりこのまま待っていましょう。鶴が雲から降りてくる翼のないはずはないからと当てにしていますよ。今度は、 暗いからと言って返事はなかった。師走になった。そこでまた、肩敷し、年はあふれどもさごろもの、涙にしぶる時はなかりき。衣を不完全に敷いて、一人寝で年を経てきましたが、絹絹の涙で着物を濡らした経験はまだありませんでした。と言ってやったが、よそへ出かけていますのでと言って返事はなかった。翌日 返事をおもらいに人をやると、そばの木に、みきとだけ書いてよこした。早速こちらから。我が中は、そば見ぬるかと思うまで、みきとばかりも景色ばむかな。私たちの中はすっかり離れてしまったかと思えるくらいで、見たとだけ、よくまあ、そらずらしくおっしゃいますね。返事。雨雲の山の春きき待つなれば、 そばむる色は時はなりけりけ私の方は空高くそびえる山の松ですからくねり立ってるその色はいつだって常緑なのです初めから今まであなたに打ち解けたことなどありません今年は9年内に節分があるので片互いにこちらいらっしゃいませんかなど道綱は言わせてやって意図せめて思う心を年のうちに春来ることも知らせてしがな せめて思い詰めているこの心に年内に春を迎えたように晴れ晴れとしてくるような知らせを欲しいものですしかし返事はなかったまた催促すると間もなく新年になるからそれまで待ってしばらくそのまま過ごしてほしいなどと言ってきたのだろう道綱は「買いなくて年暮れはつるものならば春にも会わぬみともこそなれ」 何の甲斐もなく年が暮れてしまうのなら春にも追わず死ぬ身となってしまうでしょう。とまで言ってやったが今度もお返事がないのだ。どうしたのかと不思議に思っているととかくこの人には言い寄る人がたくさんあるという噂なのだ。そんなわけなのかと我ならぬ人を待つならば待つと言わで痛くな腰そ子きつ吉知らのみ。私以外の人を待っているのなら 待つなぞと言わないでください。そんなにひどく思わせぶりをして、さて裏切るようなことはしないでほしいものです。道綱がこう言ってやったら、返事があった。腰もせず、腰さずもあらず波寄せの、浜は駆けつつ年をこそ触れ。腰もせず、また腰ないでもなく、波の寄せる浜辺ではありませんが、お互いに恋や歌の比べ合いをしながら、 年を過ごしているようなものじゃないでしょうか。年も遅れ近くなって、また道綱から。さもこそは、波の心はつらからめ、年さえこゆる松もありけり。恋を比べているなんて、そんなに波の心は無情なんでしょうか。海辺には、年を越えても色の変わらぬ松もありますのに。返事には、千歳ふる松もこそあれほどもなく。 越えては帰るほどや遠かる「海辺には千年も年を経た末もあるんですからまあまあ年帰る新年をお待ち遊ばせもうすぐほんのわずかな間じゃございませんか」とあった「少し変だどうしたことだろう」などと思ってみたひどく風の吹き荒れる日また道綱は吹く風につけても物を思うかな大海の波の静心なく ひどい風が吹きますにつけてもものを思うことです。大海の波のように落ち着いた心もなく。と見舞いの歌をやったところ、申し上げるべき人は今日のような味気ない日の来ることを知っておりまして、と別人の手で書き、ただ一枚の葉についた枝につけてよこした。女はよそに嫁いだのである。折り返し道綱は、いとおしくて、など書いて。 我が思う人は他ぞとはみなせども嘆きの枝に休まらぬかな私の思っている人は誰だもう人の妻になったんだとは思うもののやはり嘆かれて心が休まりませんそんな歌を読むらしかった今年は天候がそんなに荒れることもなくただはだれ雪が二度ほど降っただけだ道綱の元旦の装束 また、青馬の設営に着るものなどを用意している間に、とうとう大晦日になってしまった。明日の元日に使う引き出物の織物や、足体などを織ったり、人に指図して任せたり、他人に委ねたりしながら考えてみると、こんなふうに夫と打ちたえたまま、なお何かに心惹かれ憧れながら、今日になってしまったのも呆れるほどで。 末の御霊祭りをするにつけてもいつもの尽きぬ物思いに溺れてぼうぜんとしてしまうのだった。いよいよ年の終わりなので外では夜の更けるまで人の家の門をたたいて歩く音がしている。